私の好きなプロセカの25時ナイトコードでのちょっとなんかデフォルト衣装みたいなのを探してて、結構近しいものが見つかったんじゃないですかね。そう、着てそうでしょ。ありがとうございます。やば、耳が痛い。もみもみしよう、お耳を。明日ね、ちょっと朝早いので、あの昼夜、久しぶりなんですよ昼夜公演出るの。だからちょっともう早く寝るために、ヤクルト1000も買ったし、目覚めを良くするためのヤクルト1000も買ったし、まあ、23時から日向祭りウォッチングもあるので、23時までにするつもり配信は。うん、ね、なんかハロウィンもね、ハロウィンもなんかぽくなってきたし、なんかいろんなところが結構ライトアップもされてきてね。え、マジで寒いな、マジで寒い。なんかちょっと上着ようかな。よっ、もう何着てるか分かんなくなっちゃったもう何が何だか分かんない、何が何だか分かんない。いや、ちょっと違った、違ったか。そう、今日はね、日向祭り、ちょっとこれさすがに色が似合わないわ、ごめん。そう、今日は日向祭りでした。まあ日向祭りだったんですけどよいしょ。あばばばばばば、あばばばば、よいしょ。ね、しそしなをね歌ったんだ。ゆかさんのパーカー、パーカーっていうかパーカーもそうだけど、ニットが似合う季節になってきたね。こっちの方がまだいいでしょ多分。あ、これもそんな合ってないけど全部合わないけど、まあこっちの方がまだいいでしょ。よくいしょ、よいしょ。うーのはスパイファミリーみたいな。普通にさっきご飯食べながらスパイファミリーのシーズン1の後半見始めたもんね。ボンドーのやつ、犬さん、犬さんのやつ見てた。可愛くて、アーニャが。今日もあるから、アベマで23時半だっけ。まあでも明日朝早いからそんなのんびりしてないんだけど、シーズン2はもう日の1話も2話も見たから。ええ、めちゃくちゃ綺麗。まあちょっと話は全然進んでなくて、まだ今コメディタイムなんですけど、ちゃんと面白いはずだから、私の原作通り進む感じだと。うん、まあっていう感じなんですけれども、本日はね、オンラインおしゃべり会でございました。
来てくださった皆様ありがとうございました。短い時間でしたがね、ありがとう。今日今日生写真が届いたっていう方が多くて、だからすごいなんかちょうど良かったですね。イラストをね、リクエストいただいた方はリクエスト通り描けたんじゃないかなと、ほんと気持ちですが、うん、届いてよかった、ありがとうみんな。三村さんって、三村さんね、昨日ってか最近夜寝れなくて、まあ、なんか何でかは分かんないんですけど、最近夜寝づらくて全然寝つけなくて困ってたんです。今日でやっと朝に、朝6時7時ぐらいにやっと寝つくことができて、やっと寝れたの。いろんな努力をした結果やっと寝れたんですけど、寝て夢、すごい怖い夢見て、本当に怖かった。なんかゲームみたいな夢で、自分がゲームの世界に入ってるような夢で、街の人、ホラーゲームっぽい感じで、ま、街の人が、その何て言うかなと話して、選択肢間違えたら殺されるんです。なんか鬼畜ゲーみたいなそう、なんつ、あれは多分どっちかというとアドベンチャーゲームかな。でも自分で動かして、自分で、でも自分別に明晰夢じゃないの。そうで、一回それで1回目初見のゲームは街の人に殺されて、でその時点でもう怖かったんだけど、でなんか2回目コンティニューしてやった時は、街の人、なんか持っちゃいけないものを私が持ってたらしくて、なんかそのでも絶対に持って帰、家に持って帰らなきゃいけないものだから、いわゆるそういうなんていうんですか、キーアイテム。でもそれを、すいません、それって持ってはいけないものですよねみたいな、なんかすっごい怖いこと言われて、やっべって思ったんだけど、でもそのキーアイテムをくれたのはその町の人なのよ、あ、敵側なのよ。だから、いや、あの人がこうこうこうでこうやって持ってけって言われたんでみたいなっていう、選択肢をしたら、あ、そうなんですね、でも気をつけてくださいねみたいな感じで、それでやっと1日目をクリアしたの。あ、よかったと思って、で1日目、なんか周りに何人かもいたんだよね、なんかどういう仲間なのか知らないんだけど、何人か仲間もいたの。でも主人公は私の目線のゲームみたいな感じ でそれで1日目、なんか床に雑魚寝して、2日目朝迎えて、そしたら2日目の朝最初に警告が来たの。お前はもう間違えたみたいな。でなんかもう間もなくどうたらこうたらみたいなので、はっっていう、目が覚めてっていうのは夢の中で目が覚めて、はっと思ったら、でそのキッチンの方行ったら、お父さんみたいな人、わかんない、私のパパなのかわかんないんだけど、お父さんみたいな人がメロン切っててメロン切ってて、これすっごい怖いから気をつけた方がいいんですけど、あ、本当に苦手な人やめといた方がいいんですけど、メロン切ってて、あ、間違えたっつって頭に包丁ぶっ刺して、はぁってなるじゃないですか、こっち側で。私の後ろに何人かいるの、はぁってなって、それで自分でぶっ刺した包丁を抜いてピシャッつって、で
なんかなんて言ってるか分かんないけど、それでその抜いた包丁を投げてくるの、こっちにナイフ投げで、それを避ける。でそのナイフがいっぱい長いっぱい、その頭に刺さったナイフだけじゃなくて、いろんなナイフと、あとメロンあのメロン丸じゃなくて、あのこういう三日月型でさ、かつ一口サイズに切ったメロンあるじゃないですか、あれがいろいろ投げられて、それを毎回でなんか喋りながら、お前はもうなんとかかんとかで、なんとかかんとかでつってナイフ避けるの、私もう怖くて怖くてしょうがなくて、そんぐらいでって目が覚めた。そうで、その目が覚めたのも私さっき7時ぐらい寝たって言ったじゃん。でね、確かそれ送ったのがね11時とかだった気がするんだよな。あ、そう、12時だ。11時52分にみんなに LINE したんですけど、なんかそれも起きた理由が12時前に LINE が来てたんです。グループ LINE が、あの今スイカゲームがハマってる人たちで LINE をして報告し合ってるんですけど、その LINE が動いたの。スイカ作れませんでしたつって意味わかんない LINE が動いて、その LINE の通知で私起きたの。そうじゃなかったら私ずっとなんかナイフ投げられて、そう追いかけ回されてたかもしれないと思うとすごい苦しい。でなんかみんなそのなんかスイカむずいですみたいな、なんか別のゲームやろうと思いますみたいな、なんかよくわかんないとこしてる中で、私は怖い夢を見てしまったので一刻も早く忘れるために二度寝します。怖かった。だから起きれてよかった、 LINE の通知で。そう、面積ゲームじゃない、でもねゲームだったんだよね完全に。なんかしかもゲームはゲームでもなんかよくできたゲームっていうのじゃなくて、どっちかっていうとあのさ、インディーズ系のさ、なんつったらいいかな、それこそなんか夜間警備とかさあるじゃないですか。夜間警備とか、あと何があったっけ、夜間警備とかなんだっけ、そういうやつ、チラズアートさんみたいななんかそういうようなホラーゲームだったんだよね。わかる人わかると思うんですけど、そうチラズアートさんだ、夜間警備とか、あと何があったっけな、あ、パラソーシャル、深夜放送、閉廷人権、そういうやつ、夜間警備だけ妙に覚えてるんだけど、例外配達、なんかそういうやつ。あー怖かった、マジで本当に怖かったんだよ、マジで怖かった。そうで、今はなんか落ち着いたんだけど、それ見た瞬間はマジでリアルすぎて怖くて、そのね変なとこで起きたってのももちろんそうだし、マジで怖すぎて本当に珍しいの、 LINE でわざわざ身の上話をすることもわざわざ私の話をすることも珍しいんだけど、怖すぎてやばい、これもう一回寝ないと頭にこびりついて
怖すぎると思って無理やり二度寝して、でもオンラインおしゃべり会のちょっとそのなんていうの時間のほんと1時間半ぐらい前にやっと起きて、でそう起きても怖かったからのんびり準備してきました。よかった。まあ怖かった。もうやだ。そうメンバーが怖かったねっつって。でもメロンっていうだけでスイカゲームだねって言われちゃった。でもちゃんと怖かった。なんだよか間違えちゃったよ、何が一番怖かったって間違えちゃったって言いながら頭に包丁刺してる姿がいっちゃう怖かった。マジで本当に新手のホラーゲームかと思った。私の頭の深層心理がやばすぎるかもしれない。夢占い間違えちゃったと言いながら頭に包丁を刺すみたいなそれが一番怖かった。いやそれよりも前も怖かったんだよ、ずっとホラゲーだった。いやスイカゲームこんなんじゃないぞスイカゲームはもっと平和でのほーんとしたすごい楽しいゲームなのに。でも夢占い調べたんだよ、いろいろ。なんかナイフでナイフ投げられるとか、ナイフ投げられるってあったっけ、メロンとかなんかいろいろ調べて、なんかよくわかんねえなと思いながら寝たんだよね結局。そうそうそう怖かった。でも、だってサイトによって有名な言ってること違ったりするからさそうなんだよ、そこのオチじゃないけど、やばいもう今日また寝てさ続き見たりとかしたら本当に泣いちゃう、無理明日公演出れなくなっちゃう。それでそうだからそのなよくわかんないキッチンでメロン切ってる お父さんみたいな人がそのオチとして一番怖かったんだけど、それよりも前になんか普通にホラーゲームですよ本当に。なんかそのしかもホラーゲームはホラーゲームでも幽霊的なホラーゲームじゃなくて人間的なホラーゲームだったわけよ。人間が一番怖いよねみたいな、そういうタイプだったんですよ。だからもう怖くて怖くて、その人間が一番怖いよねって、もうそのなんかなんつったやのそのなんつったやのそのなな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 つったやの邪悪さとかじゃなくて普通に気味が悪いっていう意味での人間の怖さね。なんかホラーゲームでよくある話ですよ。それでそう選択肢ゲーだったしな、まあ、でも選択肢って言っても私の中で選択肢があったわけじゃなくて、私はそのまま私でゲームしてたからな、私の人生がゲームになってたみたいな感じだった。うん、そんな私荒れた人生じゃないけど本当に怖かった。珍しいこんだけ覚えてるの、まあ、ちゃんとこう口に出して LINE 送っちゃったりしたからなんだけどね、うん、水冷たい、寒くなってくる冷えちゃう。でもまあなんか本当に起きた瞬間はマジでやばすぎてトラウマ級で終わったって思ったんですけど、あこれ終わった私と思ったんだけど、まあでもなんか一日過ごしてそこまでなんかこうやって楽しく話せるってことはなんか乗り越えたらしい。ああ間違えちゃったみたいなねえ怖い、怖かった。なんか起きた瞬間はパパだと思ってたんだけど、その間違えちゃったナイフおじさん、でもなんか
思い返してみたらパパではないんだよなみたいな、うちのお父さん、うちのお父さんみたいな認識だったんだけど、本当に私のお父さんだったか分かんないんだよね。でも夢の中では父っていう認識だったから、夢の中の三村ひのちゃんの人生のゲームの中のパパだったんじゃないかなと、うん、多分だけど。夢の中でさ、そう、でも他にもいっぱいいたんだよ。でもなんかそれの関係性が分かんなかったな。なんか、家族なんだろうけど兄弟なのかな。でも何のために私がそのキーアイテムを集めたりとかのミッションをしてるのか分かんなかった。でも多分どっちかというとその夢の中の父もあれなんだよね、味方のはずだったんだけど、急に狂気的になって頭に包丁を刺し始めたから、だからなんかそういうホラー漫画とかあるよね。なんかなんつったらいいの、こう なんつったらいいんだろう、なんつったらいいんだ、こう感染系、感染狂気系、うん、そうそうなんだよ。なんか朝起きたタイミングで、なんかさっき分かりやすく言ったんだけど、なんか朝起きてそのレポートみたいな、1日目寝てトゥク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 みたいなさ、コンピューターをあるじゃん、トゥク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 みたいな、あれでそのなんとかかんとかかんとかどうとかだとか、1日目はこうこうこうだったみたいな、なんか多分そういうのの中で、で2日目チュン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 で、多分なんかそのテキストでやばいお父さんがみたいなのを見て、キッチンに急行したら頭に間違えちゃったナイフおじさんだったんだよね。だからなんかそういうどっかで何かをミスってそうなったんだよね。あ、違うな、違うわ、思い出した。なんか朝起きて一発目にキッチンに行かなきゃいけなかったんだけど、だから即死ゲーです、即死ゲー、一個間違えたら即死ゲーで、その2日目一番最初朝左隣の何かに話しかけたんだよ、人だと思うんだけど、左隣の何かに話しかけて、そしたらやばいキッチンでお父さんがっていうテキストが出て、キッチンで間違えちゃったおじさんがいたから、だからその左隣の誰かに話しかけるよりも先にキッチンに行かなきゃいけなかったっていうのは覚えてるわ。2日目のやらなくちゃいけないこと、これ夢の話です。即死系ですよ、いわゆる。なんか一個、そう、一個順番を間違えると詰むタイプのゲーム。どっかになんかヒントでもあったのかね、ちょっとわかんないんですけど、そうそう。で1日目もそれを攻略したんですよ。さっき言ったじゃん、なんか物をもらって、その物をもらった状態でなんか話しかけられた時に逃げるんじゃなくて、いやこれはこうこうこうでって説明をするみたいな、これをもらったから私が持ち込んだものじゃないですみたいな、そういうの説明したら OK もらったみたいな。そこで一回私ね、選択肢ミスって死んでるんだよね。だからそれは1日目攻略したんですよ。うん、
で夢の中の三村さんの気持ちとしては、あの間違えちゃったナイフおじさんは味方側だったから、やばいついにお父さんも狂っちゃったみたいな、そういうあれだったと思うんだよね気持ち的には。そう、でも何がキーアイテムだったか覚えてないんだよね。そのメロンもどっから出てきてるか分かんないし、まあ、夢なんてそんなもんじゃないですか。だから間違えちゃったナイフおじさんはどうやったら救えたのかっていうと、多分2部じゃねえか2日目に起きて左隣の人に話しかける前にキッチンに行って、そこでなんかアクションするんだろうね。だから間違えちゃったでナイフを刺すよりも前に着くから、私たちがキッチンに着いたタイミングではもう間違えちゃったの瞬間だったから、左隣の話しかける人のタイミングのその1個前の行動ね、いわゆるゲーム的に言ったらその1個前の時間が猶予があるから、着いた瞬間にもしかしたらなんかメロンまあ、ナイフを取り上げるだとかなんかできたんじゃないですかね、知らないですけど、うん、アナザーヘブンって映画みたい。そうなの、ちょっと調べてみるね。もともと私そんなホラー得意じゃない、まあ、得意でもない、まあ、苦手でもないんだけど、わからねえ、ちょっとわかんないわ、画像だけじゃわかんなかったへえ、そう間違えちゃったおじさんマジで怖すぎて、そっからだからそのなんかにもう感染してたんですよきっと、そのなんかウイルス的なものにね。でもしかしたら町の人ももうすでに感染してるから可逆性のある、だから選択肢をミスっただけで殺されるような町の世界で、私たちは逃げ出そうとしてるのか救おうとしてるのか理由は分かんないけど、まあなんかその家の人たちでそうどうにかしようとしてたんだけど、その間違えちゃったナイフおじさん、まあなんかその私にとってのお父さん役、お父さんの立ち位置みたいな人が感染してしまっててみたいな。いやゾンビじゃないんだよね、ゾンビではなかった気がするんだよ。まあでもゾンビだけどね、頭に包丁刺して生きてるってことは。でもなんかゾンビっぽくなかったんだよ、だってナイフ投げてきたもん、ナイフと切れてるメロン投げてきてるから、ほんと怖かった。ナイフ夢の中でさ、ナイフが結構な速度で飛んでくると思ってみ、でしかもその人はずっと喋ってんだよ、ラウンドがカウントがでポー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 でパープピューン、あーっつっていつ投げる、いつ投げるって思って、でその言葉も聞いてなきゃいけないみたいな、怖かった。即死ゲーですね、いわゆるね。うん、どうやったらねクリアだったんでしょうか。やだなこれで、私ねたまに続きものの夢見ることあるんですよ、あるからさ怖いですよね。まあ、大抵すぐ寝ないと続き見れないから、今日また同じような夢を見たらそれはちょっと怖すぎるけど、あそうアクション、アクション避けるアクションしてる。そうでも自分、私がボタンを押すじゃなくて私がゲームの中の人間なんだよね、誰かに操作されてるの方が近いかもしれない。あ自分で操作してるんだけど、なんかゲームの私を操作する夢じゃなくてゲームの中の私の夢なのよね、どっちかというと。だから動きはゲームっぽいんだけど、なんかうーん自分でボタンを押してるわけではないみたいな。そう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 、明日まず早いからな、とにかく今日は早く寝ることを目標に。うん、
夢の中はねカラーじゃないかも。なんかカラーなんだけど色素は薄い、色素薄いっていうか色彩が薄い、ちょっとモノトーンチックというか、だから本当にチラザートさんみたいな。うん、公開収録のラジオ聞きました、現地行きたかったの、ありがとうございます。そうなんです、ラジオね、エッサのラジオも、エッサ私1ヶ月に3回出てるらしいわ。うん、やば、多すぎ、わろた。あの次の週もだからね。よく以上マジ間違えた、間違えちゃったの瞬間、あこれあのまた夢の話に戻りました。間違えちゃったの瞬間マジで絵に起こせるし、アニメーションにもできるし、そう、そんぐらい本当にトラウマレベルだったな、あれマジで。お茶の間で流したら本当にマジでトラウマ、ポリゴンショックレベルのトラウマ。うんね、まあ最近夢さ話してるじゃないですか、結構なんかこの前も習字で書いてパフォーマンスしてる最中に習字を書いてそれを見せるみたいな、でその万歳した状態で起きたみたいな話をしたこともありましたよね。あとなんか、歩道橋、歩道橋じゃないな、公園の噴水のなんか噴水になってる歩道橋みたいな橋の上から降りて、銃撃戦の中降りてタクシーに乗って逃げるみたいな話もした気がするし、うん、ここ最近めちゃめちゃ今月特にすごい夢見るんですよ。多分なんか私の体調の問題なのかわかんないんだけど、めちゃめちゃ夢を見ちゃうの。だから多分睡眠がすごく浅くて、だからちょっと困ってるんですけど、まあでもね、で久しぶりに明日ちょっと朝早起きしなきゃいけないから心配、起きれるかな、どうしよう。そう、銃撃戦もあったんです。まあ昔から結構夢はね口に出した方が覚えてたりするんだけど、あれもなんか昔その街系だったらなんかめちゃめちゃ綺麗な新しめの街で地下で車でなんか乗って逃げるみたいなそういうのもあるし、まあ、学生の頃は毎年1回は小学校とか中学校とかに閉じ込められてみんなで脱出するみたいな、そういうのも見たことあるし、屋上に怪獣がいてなんか友達とやっつけるみたいなのもあるし、あ、メール書かなきゃ、そうだね、そんなんばっかですよ本当。
やだ。夢は記憶の中にあるものから作られる。え、じゃあ私間違えちゃったナイフおじさんが夢の記憶、夢ってか私の記憶の中にあるってこと？そんな人いないよ。だって脳みそに、脳みそっつっちゃったいやそうだったんですけど、頭にナイフここまで差し込んでんだぜって、間違え、その、まあ、差し込みながら言ったなら間違えちゃったって、死ぬほど怖いって。でそれピシュッピシュッはっみたいな、はっつってサクッなんかそういう映画でも見た？ドラマ？アニメ？見たっけ？見てないよそんなの見たことないって、怖いよ。前世？前世でそんな状態になったことがあるのか？前世？怖すぎ。怖すぎだよ。まあでもホラーゲームでありそうな表現っていうだけで、私の脳みそだったらどこまででも空想できると思うので、そういう状態だったのかもしれん。あ、ということでこの後ひな壇祭りウォッチングですので、今日はこれで終わりです。ありがとうございました。みんな寝よう。夢を見たらそうして教えてください。それでは壇上読みます。13位くじちさん、12位ゆきりん553、11位突破球さん、10位ひのひのさん、9位太郎さん、8位あずきさん、7位しんいちさん、6位いちたさん、5位ひよりげたさん、4位えいたろうさん、3位埼玉高校屋さん、2位とおるさん、1位よったさん、ありがとうございます。ということで明日公演頑張ります。楽しもう。じゃあまた今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。ヤクルト1000飲んで寝る。おやすみ村、バイバーイ。